こんにちは、セイラです。以前このチャンネルで相対性理論について皆さんにご紹介させていただいた動画がありました。今回はその相対性理論がどのようにして発見されて、そこからどのように新たな物理学が発展したのか、近代から現代の科学史についても話題に交えつつ皆さんと一緒に見ていきたいと思います。まずは相対性理論の発見者であるアインシュタイン、その活躍の時代たる1900年前後を覗き込んでみましょう。古典物理学最後の大物現る。1879年ドイツの自由主義的なユダヤ人家庭に長男として生まれたアルベルト・アインシュタイン。5歳の時には父親からもらった方位磁針をきっかけとして自然界の法則に対して興味を持ち、10歳になる頃には数学に興味を持って幾何学や微積分などを独学で習得しています。16歳になったアインシュタインはスイスの名門大学であるチューリッヒ連邦工科大学を受験し不合格となりましたが、総合成績が規定に満たなかったものの、数学と物理では最高ランクの点数を取っていたため、1年間別の学校で点数が足りていない分の授業を受けることを条件として翌年の入学資格を手に入れます。実はそれ以前に通っていた全寮制の高校は規則が厳しく、アインシュタインには馴染めなかったのですが、大学入学前に通ったこの学校は自由度が高めであり、翌年行われた中等教育修了試験に無事合格しました。そしてこの学校ではもう一つアインシュタインに大きな転機をもたらす出来事がありました。それは昼寝中に自分が光となって別の光を追いかける夢を見たという、一見本当にちょっとした出来事に過ぎませんでしたが、実はこの夢をヒントとしてアインシュタインは10年後の1905年に特殊相対性理論を発表、そして1916年に一般相対性理論を発表し、古典論とされる量子力学以前の物理学における最後の大物と言われる相対性理論の完成に至るのです。相対性理論とは、相対性理論というのは光の速さは不変であるという原則と、それに対して物理法則が決まるという理論です。この光の速さは不変というのは、静止している物体にも運動している物体にもその位置や速さにもかかわらず、全ての物体に対して変わらない絶対的なものだという意味を持ちます。そしてその拘束に対して物理法則が相対的に決定されるため、この理論は相対性理論と名付けられているのです。これによって相対性理論が確立する前は一律に流れるものだと考えられていた時間や、何らかの状態を変化させたり形状自体を破壊するような力を加えなければ不変であると思われていた大きさなど、いくつもの物理的な概念が物体が運動すること、すなわちその位置が動くことで変化することが明かされました。現在では相対性理論は物理学の常識であり、量子力学も含めた物理学研究の基礎となっています。しかしアインシュタインがユダヤ人かつ平和主義者であることから、この科学的な発見は政治の渦へと巻き込まれていくのです。反相対性理論。相対性理論の発見は物理学界だけでなく、その他の自然科学分野や一般社会でも大きな話題となりました。実際にそれまでの理論だけでは説明できない物理現象の一貫した原理による説明は待ち望まれたものだったのです。しかし相対性理論の考え方が一般市民の感覚ではなかなか納得できないものであるのも事実でした。さらにはアインシュタインがユダヤ人であったことや、基本的には戦争に反対する立場だったという背景から、第一次世界大戦に敗北した後のドイツで反相対性理論キャンペーンが行われたり、物理学者の間でも反ユダヤ主義の立場に立つ一派は相対性理論に関する業績をアインシュタインのものと認めずに、その業績をすでに亡くなっている他の物理学者のものだと主張したり、アインシュタインをユダヤ的と批判攻撃するなどして、その結果アインシュタインは相対性理論によるノーベル物理学賞の受賞を妨害されてしまいました。
1921年に彼に授与されたノーベル物理学賞は、光電効果という光の性質についての発見に対するもので、結局アインシュタインは相対性理論によっては、その生涯でノーベル賞を受賞することはなかったのです。しかし反相対性理論キャンペーンの方もナチス、ドイツと共に勢力を増したものの、結局は第二次世界大戦での敗北と政権崩壊によって共倒れのような形でそのまま力を失い忘れ去られたのでした。相対性理論立証への道。政治的、差別的な運動によって攻撃を受けつつも、物理学界では相対性理論の立証が進められつつありました。その最も有力な方法として考えられたのは、1916年発表の一般相対性理論で予言された中の、光が星の重力に影響を受けて曲がるという当時はまだ観測されていない現象を発見することでした。ですが、アインシュタインはその翌年である1917年に自宅療養が必要なほどの肝臓の病気にかかってしまいました。アメリカやイギリスの物理学者たちが天体観測を行って星の重力によって光の軌道が変わる様子を発見しようと試み、その観測自体はなかなか成功しなかったものの、敵国であったドイツで発見された相対性理論がアメリカやイギリスで英語に翻訳されて紹介され、理論の立証に向けてさらに大規模な観測が計画されました。その間に病気から回復したアインシュタインは、1921年からアメリカやイギリス、フランスや日本を歴訪し、さらに1923年にはノーベル賞受賞後の講演を行うため、スウェーデンを、エルサレムやスペインの後に訪れています。さらに1932年にアメリカ訪問のためドイツを出発した彼は、そのままアメリカに移住して国籍も取得しています。さらに1935年にはプリンストン高等学術研究所の教授として量子力学と相対性理論の研究を進めていき、現在でも研究途上である量子力学と相対性理論の間の矛盾についての研究を他の物理学者との連名で発表しています。さらにはアメリカ海軍の兵器改良に顧問として関わっており、ルーズベルト大統領に原子力の軍事利用、すなわち原子爆弾の実現が可能であることについて構想した手紙に署名を残しています。とはいえ、アインシュタイン自身は本来の平和主義者という性質を変えることはなく、日本への原爆投下の際は非常なショックを受けて、その後は核兵器根絶、平和に向けた活動を行っています。相対性理論の現代への応用。さて、その後も相対性理論は現代に至るまで様々な物理学の発展を支えてきました。中でもアインシュタイン方程式という一般相対性理論の基本方程式の存在は、非常に多くの解、そしてその解が表す物理現象の存在を予言し、新たな発見へと導いてきました。例えばブラックホールもその一つであり、ビッグバン理論もその解から導かれたものです。アインシュタインは当初、宇宙の大きさは不変であると考えていたため、アインシュタイン方程式は最初は宇宙を静止状態にしている何らかのエネルギーを表した宇宙光という項目を含んでいたのですが、これについては我が人生最大の誤りとアインシュタイン本人が後に撤回することになります。しかし、むしろ現代の宇宙物理学において宇宙の総質量はアインシュタイン方程式での計算よりかなり大きいと推測され、その質量を説明できる未知のエネルギーの存在を表す新たな宇宙光を設定した計算が数多く行われています。またその未知のエネルギーであるダークエネルギーや未知の物質と考えられるダークマターなどの存在が推測され、さらに宇宙が生まれてから現在までがおよそ138億年であることや、宇宙が無数の銀河やその集合と空洞の領域の層だということ、そういった人類が実際に見たことがあるはずもないことを、けれどおそらくは事実であると計算することができる、それが相対性理論が物理学史を代表する発見であり、アインシュタインが現代物理学の父と呼ばれる理由なのです。
アインシュタインはその人生において名前のある神ではなく自然の法則の秩序だった美しさを信奉していたと言われており、彼の名前を付けられたアインシュタイン方程式はまるで彼の意志を継ぐかのように、現在そしておそらく未来でもまだ人の手が至ることのできない宇宙の果てまでこの世界の法則を解き明かしているのです。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。皆さんの応援が励みになります。